次に清水忠君。委員長。清水君。日本共産党の清水忠でございます。本日は党委員会に3人の参考人の方々をお越しいただきまして誠にありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。今国会への提出のですね、特例公債法では2021年度から2025年度まで5年間特例公債の発行を自動的に認める内容となっております。1975年12月衆議院大蔵委員会で当時の大平正芳大臣は赤字国債発行についてこう述べておられます。財政法は公債の発行は4条国債以外認めていないわけでございます。特例国債の発行が習い制となっては困るわけでございますので、異例の措置であればその年度限り、その特定の目的のためだけにこのものをお願いするというように限定しなければならぬと述べているわけです。つまり、公債特例法案は閣法として提出し、その都度国会の承認を得るということが原則であり、単年度に限定しているのは財政規律を保つため、最低限の措置だったということだと思います。そこで山田参考人にお尋ねいたします。複数年度にわたり特例公債の発行を自動的に認めることで、これは単年度主義に違反するというふうに先ほど説明ございましたが、そのことで最も危惧される問題、特に国民生活等にとってですね、どのような影響をもたらすことが考えられるか、このことについて教えていただけますでしょうか。山田参考人。単年度主義という先ほどのあれだけじゃなくてですね、まず国債の雪だるま式の膨張が起こります。で実際起こっているわけですね。で国債が雪だるま式に膨張すると政府は借金返しとなりますのでね、国債費が増大していきますから、国債費以外の一般歳出がぐっと切り詰められてしまいます。非常に日本の経済社会が窮屈なですね、閉塞的な社会へと移行していくという、そういったふうなやっぱり問題も発生することになると思います。それから対外的に国債の格付けということでありますが、今は、外資で、実際に国債、日本の国債マーケットの6割は外資が回してますよね、売買高なんかでも。ですから そこのところから逃げられた場合、これは非常に大きなショックが発生します。国債価格が暴落という形 でもう全て国債の金利は長期金利の基軸金利ですから、もう全ての金利が一挙に暴騰します。でそうすると今、日本の国債の平均 その、金利は、出てると思いますけど 0. いくつなんですけど、それがこの財務省の中資産もどこかあったと思うんですけど、 1% 上がるとなるというと数兆円単位でもってどんどん増えていきます。で来年3兆円増えて、次は翌年は5兆円増えるとかって形になってきますから、もう明らかに財政破綻というふうなのがもう目に見える状況になっていくということなんですね。そういったふうなやはり深刻な問題が発生します。それから中長期的な見通しで言えば、やはり、政府に対する資金請求権というのが国債の本質ですので、これは将来の税金の先取り消費なんですね。でそのことはこれは将来の今の若い世代、まだ誕生しない、あるいは赤ちゃんも含めて、日本はですね、60年償還ルールというとんでもない世界で例のない国債償還ルールもやってるんですが、でその世代、若い世代、将来を担う世代、ここがですね、非常な重税に苦しむことになるという、こういう問題が発生すると思います。はい、以上です。清水君。ありがとうございます。また山田参考人はですね、陳述の中で、今このコロナ禍の中で不況で多くの国民や中小企業が不況に追いやられているわけですが、やはり大規模な財政的金融的援助の財源についてですね、国際投資家など大手金融機関や富裕層などにもですね、負担を求めるべきではないかと陳述されました。で政府はですね、一昨年2019年10月に消費税率を引き上げました。個人消費が冷え込んだ中で
新型コロナの問題が発生してきたわけです。いわば二重の打撃というほかないと思うんですが、このことを考慮すればですね、資産をその中でもどんどん増やしている投資家や富裕層の方々にですね、税の負担を求めるとともに、一方で消費税の増税によって重い負担を強いられた、新型コロナの影響を受けている、所得の低い世帯、それから中小小規模の飲食店、こういう方々の負担をですね、軽くするために消費税率を引き下げることも必要だというふうに思うわけですが、山田参考人のご意見をお伺わせください。山田参考人。はい、消費税率はですね、消費に課税されるという点ではまさに消費需要を萎縮される税金なんですね。しかも逆進性があるわけです。そういう点でいきますと、これだけ国民生活が悪化している中で消費税率が例えば上げられたりする状況は、ますますそういう国民生活を破綻する、逆進性を強める、格差を強める、生活苦を増大させるという点があります。でこの、資料のですね、20ページに令和3年度の一般会計の歳出歳入の構成がありますけど、例えば消費税は最大の基幹税になってます。20兆2840億で 19% 占めますよ。でも考えてみてください。平成元年の4月まではこれなかったんですよ。なかった、消費税なかったんですよ。それで十分やってたわけですよ。やってたんですね。それが今は法人所得税と法人税と消費税というのは、これは3つの税金の柱になってますけど、もうトップですよ。この税金の中で 19% です。それから法人税は 8.4% ですよね。所得税が 17% です。この法人税については減税に次ぐ減税ですよね。法人減税の理由は経済成長ってことです。成長してないじゃないですか。全然してないです。法人税をどれだけ減らしても経済成長には全く結びつかないで、むしろ利益剰余金、いわゆる内部留保金が膨らむだけじゃないですか。こういう悪循環の現状を脱出して消費税は下げる、法人税は上げるというようなところに踏み出すべきじゃないかというふうに思います。はい、以上です。清水君。ありがとうございました。と次に末澤参考人に同じ消費税の問題でお伺いしたいと思います。で末澤参考人の資料の47ページですね、財政の持続可能性を高めるためにはというところで、中長期的な財政再建プランの策定としてですね、国際比較では消費税率の引き上げ余地は大きいと、税率は EU などは 15% とか 20% のところがありますから、それだけを見れば今の日本の 8% と 10% の複数税率による消費税率の数字としては引き上げの余地があるというふうにおそらくお考えだというふうに思います。また財政再建という観点からもですね、やはり消費税がどうしてもこれは必要な財源だというような意見が政府の中にあるということも十分承知はしているんですが、あえて政府参考人に伺いたいのは、その EU も含めてですね、今50カ国を超える国々でこのコロナの不況からですね、いわば国民生活と経済を立て直すための手段として、付加価値税、消費税の引き下げがですね、実際に行われているわけでございます。でその激さばであるとか、その引き下げの期間というのはこれはもうまちまちなんですが、これはやはり有効な手立てとして行われているということだというふうに思うんです。そこでですね、末澤参考に率直にですね、将来的な財源の問題はあるかもしれませんが、いわゆるですね、この欧州のですね、消費税減税をどういうふうにご覧になっているのか、あるいは限定的とはいえですね、消費税率を引き下げることによってこの日本国内でもたらす肯定的な評価ということについてどのようにお考えになっておられるか、お聞かせいただけるでしょうか。末澤参考人。
私はですね、我が国では今の 10% 水準からあえて引き下げる必要はないと思っています。これはこの47ページをご覧いただいてもですね、これはヨーロッパについては、大体 20% 台が標準なんですね。ちなみにこれカナダとかアメリカはですね、これこの水準、例えばカナダはこの水準が高いです。これは連邦付加価値税ですので、カナダとしては州の方がありますから、例えばオタワがあるところでは確か 13% ぐらいなんです。私も行きましたけど、実際全体としては日本の水準は相当、いわゆる G7、また OECD 諸国でも極めて低い方なんですね。ですからここからするよりは、でしかも今、ある面消費をちょっとこう、日本の場合ロックダウンではないですけれども、ちょっとなるべく外出、不要不急の外出を控えるということですから、ちょっとこう、逆行するところもあります。ですから実際上エンジンとブレーキ両方かけるような面もありますので、むしろ本当に困っていらっしゃる方、これは企業さん個人さんに直接給付された方が、これはベネフィット、コスト対比のベネフィットも大きいというふうに考えます。委員長。清水君。ありがとうございます。日本とヨーロッパではそれぞれコロナに対する対応の違いがあるということで、現在日本ではその必要性はないというふうに述べられたというふうに思っております。で、加えて、では山田参考人にお伺いしたいというふうに思うんですが、やはり消費税というのはですね、先ほども言いましたように逆進性が非常に高いと、いわばその所得の低い人ほどその負担割合が高くなるという性質を持っております。で、同時にですね、消費税が導入される以前につきましては社会保障財源としては法人税なり所得税で対応してきたというような歴史的経過を鑑み、少子高齢化社会が今進んでいるとはいえですね、この消費税が重くのしかかっており、しかもこのコロナとのダブルパンチでですね、いわば格差と貧困を広げているということを鑑みたときに、その消費税の引き下げが、先ほども聞いたポイントなんですが、低所得者の方や飲食店の方々にもたらす効果、これについてはどのようにお考えになっておられますか。山田参考人。それはプラス面で非常に大きいと思います。具体的なデータはそれは財務省かなんかがきちんとシミュレーションすれば出てくると思います。やはり消費税は特に生活関連産業と言われる消費産業ですね、ここのところで、町の商店とかですね、中小零細企業ですね、ここはもう消費税払うの大変というのはもう非常に深刻な事態になってますので、そこを税率をダウンするというような形を取るとかになれば、これはもう非常に助かるということも間違いありません。はい、清水君。ありがとうございます。それでは水野参考人にも一問お伺いしたいと思います。と、水野参考人の参考資料の中にですね、日本経済の現状について言及されたところの部分でですね、株価の異常な値上がりと経済格差という下りがございました。確かに株価はバブル期に迫るような形で、3万円を超えるというようなことがありますが、果たしてその足元の実体経済、とりわけ国民生活、中小零細業者の営業実態、こうしたものが伴っているのかという疑問があるわけですが、なぜそうなっているのかということについて、どのように見ておられますでしょうか。水野参考人。先ほども触れたんですけれど、金融市場の方と実体市場がもう二分法で乖離しちゃっているということで、昔は経済学といったら連動してたんですけれど、しかし金融市場の方でお金儲けの金融お金の運営がなされている、そして席ができちゃって、それが実物市場の方に流れてこないっていう、それが格差を生んでしまう大きな原因だと思っておりますが、そういうお答えでよろしいですか。委員長。清水君、どうもありがとうございました。それでは末澤参考人、水野参考人、山田参考人に最後同じ質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。前政権ですね、安倍内閣の下で、異次元の金融緩和等が始まり、今や日本銀行がですね、
発行済み長期国債のほぼ半分を保有するという状況になっております。でこのような状態をですね、私たちは財政ファイナンスの構造ではないかというふうに見ているわけですが、日銀の黒田総裁やですね、政府の方は金融政策のための国債購入なので財政ファイナンスとは違うという説明をされているわけであります。この説明についてですね、それぞれの学会や所属される学会や市場など参考人の皆さんの活躍する現場ではですね、どのような見方が大勢なのか、また一般論としてですね、財政ファイナンスがもたらす経済や財政のリスクについて現状からどのようなことが懸念されるのか、お答えいただけますでしょうか。では末澤参考人。なかなか難しい質問なんですが、確か日本銀行の黒田総裁はその財政ファイナンスがいなかったらむしろこの減少ではなくて意思の問題だというふうにご説明されたと思うんですね。つまり別にこの今政府財務省等から頼まれて買ってるわけじゃなくて自らの政策目標達成のために買ってらっしゃると、ですからこれは財政ファイナンスではないと思ったとおっしゃった、私はそれはその通りだと思います。一方で41ページ次の資料にございますように、日本の国債保有比率は日銀の保有はですね、今これ直近の統計ですけど2020年9月末 45.1%、 アメリカも今実はどんどん上がってまして 18.8%、 一時 10% ギリギリまで下がったんですが、これはやっぱりコロナ禍でこういう状況になっています。でやはりこういう、世界的に今こういう状況ではですね、やはり中銀が解除されるというのはしょうがないと思います。ただそうしてやっぱり懸念されるのはこの実は日銀の資金というのはこれ誰が持っているかというと日銀が持っているんじゃないんですよ。これは民間の預金なんですね。もともと原資は民間の預金が銀行経由で日銀の当座預金ないし一部はキャッシュ日銀券という形で日銀のファイナンスに回っているわけですから、実は最終的な問題は日本国がですね本当に今後を、この借金を返せるような状況になるかなんですよ。ですから私がやはり危惧しているのは少子高齢化がどんどん進んでくるとやはりだんだんとこう富裕層だとか、大企業多国籍企業が海外に逃避するとかいうリスクもありますし、ここ2、30年のリスクで見ると場合によっては東日本大震災規模のですね巨大地震、つまり南海トラフ地震の発生確率は30年で今76とか 77% なんですね。首都直下型がだいたい30年来の発生確率は約 70% ということで、こういうリスクもあります。あと日々のこの地球温暖化等に伴うスーパー台風のリスクだとか、あと地政学的リスクですから、私はやっぱりこの日本国が抱える少子高齢化を含めていろんなリスクに対するバッファーをですねやっぱりある程度作っとかないと、そのためには日本銀行がこんなに国債買わないでもいいような状況にですね、やはり早く経済を正常化していくことは必要だと思っております。以上でございます。水野参考人。日銀の経済への関与っていうのは財政ファイナンスという問題以上に日本の経済を構造を変えてきてしまっているっていう、そういうような主張を持っております。それで繰り返しにはなりますけれど、やはり株式市場をの調整能力がない、だから企業だってユニクロが官営企業になっちゃってるとか、そういうように新しい企業の目がどん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 潰されていってしまうっていうのも、やはり日銀が金融市場に大きく介入しているっていう、そういうのが原因じゃないかなというように思います。そこの先ほどの金融市場と実物市場の席のところが人の欲だって言いましたけれど、人の欲を作ってるのは日銀が介入してくれるから安心だっていう、その欲、日銀が原因ですから、その根本のところをちょっと考え直さなければいけないんじゃないかな。そうしないと日本の経済構造っていうのが例えばバブル崩壊で変えなきゃいけないとか、そういう後追いになってしまうんじゃないかなっていう、そういう心配はあると思います。山田参考人。黒田総裁がどうして財政ファイナンスと言わないかというか言えない理由はですね、財政法第5条で日銀に依存した財政資金調達はダメだって禁止してるから、だからなんですよ。もし言っちゃったら
これは日銀総裁が財政法第5条を否定したってことになりますから、これ実は大問題になりますから、だから言えないってことです。もう口が裂けても言えない。しかし実際にはもう財政ファイナンスですよね。手元にこの財務省が出している債務管理リポートの2020年版があるんですけど、これで国債の保有者を各国どういう状態かと見ますとね、これ2019年12月末速報でちょっと古いことは古いんですけど、日本だけが国債の 44% を日銀が持っています。で今もっと割合ちょっと上がってるはずなんですけど、じゃあアメリカは、これはですね、13% ですね。じゃあイギリスは、21% です。中央銀行もイングランド銀行、ドイツブンデスバンク、これはですね、18% ですね。それからフランスはこれはまあ持ってないですね、ほとんど全く持ってないってことないんですけど、データには出てないです。つまり日本だけが 44% なんですよ。これはね、本当に異常事態です。戦時下みたいなもんで、戦争が終わったような段階です。実際そうです。昭和20年に終戦になった時なんかは日銀が持ってましたから、ただ当時はですね、猛烈な売りオペでもってそれをさばいたんですね。でインフレを昭和20年から26年の間に、まあ、データがちょっと混乱してますけど、300倍から350倍に物価上げたんですよ。ハイパーインフレを起こしたんですね。まあ、かつてのドイツほどじゃないですけどね、あそこは1兆倍ですから。ですからそういう点では今やはり明らかに異常事態になっているということですね。でこういうふうになるというと、つまり、国債の発行が青天井になっているということです。アメリカはキャップしてますけどね、なぜ日本がそんなキャップ論議ないかといえば、日銀が実際引き受けてるか、引き受けっていう間接的に、あるいは金融政策用語で言うと大幅な買いオペレーションっていうのをやっているからなんです。だからもういくらでもいくってことですね。ということは日本の金融市場、民間金融市場の国債消化能力を完全に離脱して逸脱して、金融市場の大混乱の要因をずっと作り上げていってるという点もあります。まあ一番のやはりあれは、先ほど最初紹介しましたが、フランスのジャックあたりが言ってるようにですね、もうとにかく重税、歳出削減、それやこれやの8つの、まあ、日本は戦争じゃないので7つの戦略がもうすでに動き出しているという悲惨な現状にあるということだと思います。はい、以上です。清水君、どうも皆さんありがとうございました。今後の法案審議に役立てたいと思います。ありがとうございました。